かきしめじは、原竹木キしめじかキしめじ属のキノコ、毒キノコとして知られる。種商名は、ラテン語で、焦げたを意味し、英名とともに、キノコ自体の褐色にちなむ。秋、くぬぎ、白菓子といった、紅葉樹林や松など新葉樹林の地上に生える。傘は3から8センチメートル程度で、色は、立褐色および薄い木かから、赤褐色まで幅があり。 湿っていると幼近時に粘性を示すが成長すると表面が繊維状になる。柄は根元はやや膨らむが、唾や壺などはない。ヒダは蜜で柄に、湾性し白いが、後に褐色のシミが生じる。胞子は楕円型で1個の油玉がある。草裏紅竹や月夜竹と並び、日本において最も中毒例の多いキノコの一つである。見た目の派手なものは有毒であり、 地味なキノコは食べられるという名信から、本種が食用と誤認されるものと考えられる。地方名は、おしょうもたし、柿もたせ、このはしめじ、松、ま、しめじなど、日本以外ではヨーロッパ、北米で見られる。外見が似ていて地上に生える食用の茶なみつむ竹や栗風仙竹、椎竹などと間違われる場合がある。また地方名では、 食用である偽油しめじをカキしめじと呼ぶ地域がある。カキしめじの毒成分、ウスタル酸の構造毒成分は水溶性のウスタル酸である。ウスタル酸は2002年になって発見された。なお生産生産能もあるが微量であるため中毒を起こすには至らない。喫食後30分から3時間後で NBA、KATP、アーゼを阻害して頭痛、腹痛、嘔吐。 下痢を引き起こすが、食料により変動する。医療機関によりの内容物を吐かせ、点滴療法により1から3日で回復する。本種による死亡例は報告されていない。ありがとうございます。